うわうま年末ね、年越しで見てる人いるやろな。うわお前のために用意してやったんだ視聴者にそうバーンゴー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 あなたのマキシマムって一言で全てが決まった太郎です。ガジンです。秘密基地です。はい、本日は何でしょうか。はい、本日はですね、激辛フェス。やばいって来ちゃったねまあこれに関してはもう僕がねやりたくてしょうがなかった。あ、そうなんや。もう本当にやりたかった。もう辛いの大好きなのよ。好きなんですよ、マジで。結構な辛さまで食えるよね、宇賀はね。なんでやねん。別にいいやろ。熱いじゃん。いけんにゃ。結構まあいける。赤からって多分みんな結構行ったことある。はい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 。1から10段階あるうちのまあ俺6が限界。 6? ここ行っちゃったら、ここ行っちゃったらまあ3からくらいがちょうど。3から？別に普通やん。まあ1からで辛いけど、ここ1はそう、1からで辛いじゃん。中本行ったら何食う？それは普通のオーソドックス蒙古タンメン。北極はちょっといいじゃん。何やねん、一般人やんけ。違うの、辛さが得意とかじゃないのよ、好きなの。好きなんや、うん、なるほどね。だから今回ね、ちょっと激辛フェスやりたいということで、ちょっと人肌脱ごうかなと思う。人皮剥こうかなと思う。何を言うと、うん、なんだろう、分かんない。やりたかったんやな。そういうこと、うんうんうん、というわけで、今日も京都でフェスをしていきますと。ちなみに焼き鳥くんは？俺はしばらく中国で住んでたから、まあそれなりにいけるよ。それなりにいける。4からぐらいはいけるよ。おお、超えられてるやん。いきなりここ行っちゃったら、ね、そこ超えようと思う。いや、そうやな。でそこ張り合うあれじゃないでしょ、企画として。まあ ね、今日は辛いのを楽しもうっていう企画なんで、うんうんうん、レンタロウもね、辛いので好きなんで。好きだけど、そんな強くはない。なるほどなるほど。だからちょっとね、アマチュア激辛フェスです、今日は。辛さ特化ってわけでもないんや、だから、うん、もちろん美味しく楽しく、そらそうやな、辛いものを美味しく食べようぜの回です。イエーイ。というわけで、じゃじゃーん。これ、俺見たことある。まあもう、YouTuber の登竜門ですよ。うん、デスソースです。デスやな、うん、ただデスソースって4種類あって、貝2つを用意しちゃってる。ああそうなんや、はい、まだ上に2人いんや、うん、1番辛くないやつ、2番目でも3、4はもうレベチ。あ、そうなんや。ほんと罰ゲーム並みになっちゃうから、はいはいはい、食えないから。罰ゲームでよく使われるけど、うん、料理にもこうやって使えるんですよっていうのを皆さんに教えたい。ほう、なんでこれはまあ後で登場します。はい、早速じゃあもう一品目作っていきましょう。今日の前に、え、今日激辛フェスということで、うん、胃腸を整えましょう皆さんそういう作用はないと思うんだけどなR1 コーティング、コーティングしましょう。コーティングな、コーティング大事よ、まあ、乳製品大事っていうもんな。そう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 、ちょっと開けて。いいよ、なんと、はい、R1 トライアングル激辛フェス開幕。乾杯。まずはクー、オッケーやな。オッケー、これで何してもよくなった。これで何でもいけるわそんなことはないじゃあやっていきましょうか。はい、で、まあもうここにね出てる食材が1品目、今日は自家製ラー油を作っていきたいと思います。ラー油、うん、まあ、この後の料理にいろいろ使っていこうよっていうので、うん、ラー油作るんですけど、今日はねちょっと特殊なラー油を作りますよ。食べるラー油ですか？いや違います。違う、かけるラー油。かけるラー油、そう、普通じゃん辛いラー油大体辛いじゃんなんやねん。じゃあもう何なんだよ。いやいや、もう見たらわかるじゃん、赤唐辛子ないよ。おー、あ、ほんまや。確かにラー油って赤いイメージあるでしょ。鷹の爪は日本隠されてる。そう、これはね使うんですけど、うん、白ラー油を作っていきたいと思います。おー、白ラー油で、赤い唐辛子って結局ね辛み特化なのよね。うん、辛い、うんうん、で青い唐辛子っていうのは結構フレッシュさがさあって、確かに結構そのまま食うイメージある。そのままっていうか調理、うん、確かに焼いたりしてな。なんで旨味もねちゃんと入れられるというか、辛さだけじゃないラー油を作りたい。うん、なんでニンニク、生姜、そしてこのね青唐20本使って。20本、これ辛くはないんですか？これでも激辛って書いてあったのに、のに20本 ?20 本やっちゃいます。いけよ生 でマジで辛いぞ味見しといたら。でも本当にヤバいと思うよ、ほんまに知っとくな、料理できひんもんな、うん、いただきます。いただきます。辛い、うん、
辛いわでもシェフでもね、痛い辛さじゃない。なるほど、ジュワーって辛くなって唐辛子いい香りがする。まあじゃあそれぐらいか。全然食える。あ、食える食える。もしくは R1 が効いてるかどっちかやな。そっちだ唐辛子って辛いのってこの種ってよく言うじゃん。でも本当は種が辛いんじゃなくて紐みたいなの分かる？綿？綿綿、ここが一番辛いの。へー、タイザって言うんだけど、ここが辛い。タイザ、うん、これ何？今回は入れるの？入れます。あ、入れにゃ。今日は入れる。じゃあちょっとラー油の準備、さささささってやっていきます。 OK。 ブン。はい、何かと終わりました。はい、切りましたね。はい、じゃあこっからラー油をね作っていきます。 いよいよだ。ラー油はレンタロウさんにお任せしますので回してくれ。はい、青唐辛子からのレンタロウさん、いいよ、何でも言って。じゃあ油 250cc 目分量で。まあこれはそんなね味に関わってくるところじゃないんで大体。でもこれがラー油になるんやんな。これがラー油になります。洗うのだるいじゃん、測るとな。うん、油な。 OK ネギ2本、ざく切り。うん、臭いやね。ざく切りでいいんだ。ざく切りで青いとこまで全部。ニンニク3個、適当スライスと生姜スライス2枚、鷹の爪2本。辛さ足したい人はここで鷹の爪本数増やしてください。丸ごと入れるんですね。あ、もう種も全て何事も何もかも何事も何も、はい、入れますよ。これ花椒、ホワジャオ。ホワジャオ、こいつを 3g、 しびれ辛さです。いいよね、ホワジャオ。で、火つけて、はい、食材の香りを油に移してください。オッケー。で、香ばしい青唐ラー油作る場合はここに入れちゃっていいです。青唐ラー油一緒にやってください。じゃあまだ入ってないんやな。そう、でも今回はそのフレッシュさをね大事にしたいと思って、この匂いが移し終わった後こいつをフレッシュなところにかけるだけ。はいはいはい、2パターンある。香ばしい方がいい人はこの時に入れちゃっていいです。めんどくさい人もねここで入れちゃっていいと思います。じゃあ入れちゃおうか。じゃあ入れちゃおう。めんどくさい人いたなで、ラー油はこれレンタル中様子見てもらいつつ、はい、こっちはね、2品目おやっていきたいと思います。はい、まあもう本番よ、こっからが。こっからですね、うん、いよいよフェス。本日の2品目マキシマムデスヤンニョム作っていきたいと思います。マキシマムデスヤンニョム、はい誰え、レスラー？いやいやいや、料理名です。料理名、あ、マキシマムデスヤンニョム、あ、まあ、ヤンニョムチキンです言っちゃったよ。はい、で、まあどこがマキシマムでどこがデスなのかね、うん、まあ、随時説明していきます。あれ多分こことこれですよ即バレ見えてるからさそれバレるて。バレるか。あ、ごマキシマムって書いてるし、でもですって思いっきり最初出てたからバレた。安易なネーミングでしたねこれは。安易でしたね。じゃあまあマキシマムデスヤンニョム。もう言うの恥ずかしいやろ。恥ずかしい。もう言わ。ここまでネタバレされて楽しみやな。デスソースでってことね。そう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 。ヤンニョムチキンって甘いのよ。甘いね。うんうんうん。そんな好きじゃないんだよね。あ、そうなんや。ちょっと甘いから。韓国料理だからさ、結構甘めジューシーなとこあるんだよね。あんま食えないよね。今日はそこをね、辛味ジューシーでいきたいと思います。ちょっと韓国料理に物も惜しい。言ったれ。韓国料理、一品一品の値段と量多くない？あ、わかる。ねえ、量は多い、めちゃくちゃ。ヤンニョムチキン一皿パンパン2400円みたいな。はい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 。一皿で半分とか、4分の1で4分の1量でええやんってすげえ思うんだよね。それ食ったらもう1日終わるみたいな。そうそうそう。韓国料理はいっぱい食えないイメージがあって。めちゃくちゃわかるわ。なんでなんだろうね、あれ。よいしょ。で、今日はね、手羽元。元。骨付きです。ヤンニョムといえばみたいなとこあるな。うんうんうん、あるよね。いや本当はね、鶏もも肉とかでもこれいいんで、鶏もも肉、鶏むね肉、でも家でやったらそっちの方が食べやすいし簡単。確かに。今日はね、骨付きでやります。おい。で、まずは手羽元に下味つけていきます。この下味をつけるときにここでマキシマム。マキシマム、何なん食べたことある？な、見たことあるで。でもめちゃくちゃ万能調味料なのよこれ。そうなんだ。本当に匂い嗅いでみ。おお、なんやこれ。いろいろ入ってんのよ。いろいろ入ってんなガーリック、醤油、カツオ、オニオン、ナツメグ、パプリカ、クミン、唐辛子みたいな。すごい。これで下味をすると、パラ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 、ポテトフライにかけるだけでうまいのよ。マキシム、マキシマム、
マキシマム、うん、うん、まっ、やろ、いろんな味がする本当に、いや、いろんな入ってくる複雑なんですよ。うん、お塩、なんか醤油、酒、みりんとかで俺よくやってんじゃん。うん、もうダメだね、これ一個で十分だ変わっちまったな。お前がそれ言っていいのか今日は、今日はいいのよ。お、また行く、ちょっと足した。おいマキシマム、おいマキシマムで、料理酒で、カイエンペッパー好きな。いやもう今日激辛フェスですから、まだ辛い要素一個もない。カレーの時からもうずっと愛用してるね。愛用してる、これ使いまくってんな。辛そう。これで下味をね、いくね、いきます。それがもうまあまあ辛いからな、うん、で、だってデスソースでしょ。いやデスソースでもこれ辛くないから、罰ゲームほどではないって。そう、もう死ぬとはならん。死にたくないじゃん、フェスで。死にたくないよな楽しみたいじゃん。それ間違いないわ。こいつあの、ちょっと味なじませてきますね。はい、こっちはどうですか。いい感じよ、ネギが。お、お前や、しんなりしてきて、しんなりしてきて、旨味出てくるかな。うん、ふつふつなってきてるから。匂いはきてます、なんか香ばしい匂いに。懐かしいね、ラード思い出すな。ラード思い出すうんうんうん、懐かしい。食べるネギ油やってることほぼ変わらんな。見たことない人ぜひ見てみてください。あるだろあれ代表作だ、これだ代表作はい、じゃあ次はね、ヤンニョムチキンの、うん、ヤンニョム誰を作っていきます。ヤンニョムフェイズ、ヤンニョムフェイズ。ヤンニョムベースコチュジャンとケチャップなんだよね。あ、そうなんや、うん、あの赤さっていうのはこの2つ。そう、コチュジャンと豆板醤って結構混同する人多いじゃん。豆板醤、確かに、なんか代用できるのかなみたいな。うん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 、代用できないっす、結局。ダメなんだ。こう変わる、エビチリかヤンニョムかぐらい変わる。わかるかな。まあ違うってことですよね。で結構だからケチャップって使われんだよね。ああ、そうなんやな、うん、トマト。そうそうそう、ヤンニョムソースが結構もあっちはあるよね。うんうんうん、もともとね。コチュジャン、はい、大さじ4、ほぼ全部じゃないですか、ね、シェフ。ほぼ全部かもしれないそれで4いくってことは2、3、足りないで、おじゃおじゃるいや、いける。マジで全部じゃん。ああ、もう歯磨き粉の最後やん、もう、うん、これはもう、こんな全部使うのもったいない。あ、いえ、ね、ミリ残しあ、使う使う。辛いんかな、このコチュジャン、気になってさ。お、味見や。あ、辛い、このコチュジャン大丈夫、そんな入れて大丈夫です、今日は激辛フェスでケチャップがこれの量の半量、大さじ2、1。サジはあっても使わないっていうね。オリアン一回ね、出して基準取っちゃえばもう分かる。それでいいんや。そうそうそう。蜂蜜、お砂糖でもいいけど、ちょっとマイルドな甘みをね、大さじ1。OK。で、料理酒大さじ3。とろみの少ないやつから皆様入れてください。間違いないです。そう、それが言いたかっただけ、今日。うん。大さじ3、1、2、3。はい。醤油大さじ1。醤油もか、うん、で、すりおろしニンニク、これは臭い、1個。でもベースはもう半分コチュジャンやから、すごい辛そうやな、ほんまに。そうね、すでにここでね、辛み足したい人はあのカイエンペッパーとか足してもいいかなって思います。足したい人いるんですね。いるでしょう、そりゃいるんだよ、ヤバい人が。北極10からコンビニの北極ですら食えねえのにオープニングの辛いのめっちゃ得意みたいなやつさ、マジでカットした方がいいよ、宇賀神さん。いけるいける言わん方がいいよ。みんなが思ってるより俺辛いの強いから。マジで交互に逆のこと言ってるオッケー。ここで、うん、ヤンニョムマキシマムデス、ヤンニョムのデスが入ります。ほー、ここで来るか。どっちがいいですか。あら、二択。こっちで、こっち辛くない方、こっち行きましょうあの、選ばせた。スコビルチって皆さんご存知ですか。スコビルチ知ってます。スコビルチ知らないですね。スコビルチっていうのはスコビルさんが考えた値なんですけど、うん、辛さよね、辛さのレベル値。そう、戦闘力みたいな、こいつどんだけ辛いんかっていう値を、こいつがどれぐらいスコビってるのか。そう、スコビリ度。そう、スコビリ度を測る値なんですよで、あのタバスコは5000スコビリ。
結構まあ辛いけどな、タバスコ、まあ、タバスコみんなわかるじゃん、辛さの基準としてね、うんうんうん、約5000スコビリで、スコビルね、そこスコビル、うん、スコビルね、うん、で、この一番辛くないデスソースは1万タバスコの倍倍こいつは1万50001万5000。で、デスソースの罰ゲームになるあの青いパッケージのやつは10万。え、これの上に2個あるって言ってたやん、うん、どっちそれは。一番上、一番上、まあ、この4段階の上の一番上のデスソースが10万。なんで言ってもそんなにタバスコの倍ぐらい。いやいや辛いよ。じゃあこいつをね、お好みの量、これ辛い方っすよね。辛い方こんなもんですか。大さじ1ぐらい。やべえ、汗かいてきた。鼻汗。味見ってみるか。味見ってみる、スコビってみるに何か影響されてんな。あー、いや辛いですよ。何だこれ。辛いっしょそれは。宇賀神さん、辛さに弱いですから。でもね、食べて味がするってのはまだ辛さの限界じゃないわけよ。ちゃんと酸味と旨味があるわけよ。なるほどね、うん、辛だけじゃないってことか。じゃない。楽しみやな、これ。ヤンニョム、これでも色辛そうやな。うん、でもケチャップや、ほぼ。そうかそうか、ケチャップとコチュジャン。コチュジャンか、うん、これで熱しながら混ぜて、あの混ざったらもう火切って、でさっきの鶏肉を和えますよ、揚げた後で。和える時にさ、揚げた鶏肉を和える時に冷たいとその温度が下がっちゃうから、そのためにも。そうそう、温めとくと。オッケー、じゃあヤンニョムの準備 OK。 あとは油で揚げてね、これ和えるだけです。おい、その間にこっちちょうど良くなったのね。グツグツなってる。これラー油の概念とはちょっとちゃうな、なんか、うん、俺のイメージしてた。お、ついにですか。唐辛子はこっち。なるほど、こっちなんや。で、こうだ、受ける方に。で、この油の余熱で火を入れていく、フレッシュさを保つと。行く、行こう、行きます。気をつけてシェフ。どうなのだ。これで今唐辛子の辛み、旨み、フレッシュさが油に移ってます。確かに、なんかラー油じゃないな、うん、パッと見白いラー油ですね、これは。オッケー、したらこれ粗熱取れたらラー油完成なんで。ほー、あー、美味しそう。これは美味しそうじゃない、美味しい。おい、こっちがラー油ですか。ちゃうで、こっちゴミですか。ちゃうで、これもちゃんと食べますから。 あ、そうなんすね。ちゃんと後でスタッフが美味しく召し上がりますから。いやいや、俺らで食おうや。あ、食うか。完成。いやー、きた。マジでうまそう。めっちゃええ匂いする。ああ、ヤンニョムチ、ごめんごめん。マキシマムデスヤンニョム。いや、もう今言い直してる時点で。ダメし。最後ごまね、ごまのイメージある。あ、あるある。ほんまやほんまや。ごまちらしの、これでも完成です。はい、オッケー。で、黒手袋でね。レタロさん、今日は僕ハイボールの気分なんですよ。言ってましたね、もう朝から。ピー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 。俺も今日朝から何も飲まず食わず。嘘つけ。 R1 は厳しい。R1 は飲んだよ。飲まされたよな、さっきのあれはな。あ、そっかそっか、俺のせいか。あれ、そう、舌で。こういう時しか飲まないっしょ。あ、いいっすね。あ、いい。ちなみにこれはウガと焼き鳥師。ありがとうございます。ありがとうございます。本日飲めるということで、僕はあのこれからやることが。なるほど、ノンアルビール。うわ、ひよってるわ。やることがあるんだ。違う、炭酸がないかも。あはははは、全く泡がない。微炭酸。微炭酸。俺でも炭酸苦手なんだよ。あ、そうなんや、うん、あんまり得意じゃないから。微炭酸でちょうどいい。ああ、いい泡。それじゃん、ハイボールちっちゃいこれやな。のどこしよう。あららららら、うれしい。おい、いいんですか。ちょっと待ってな。レモンを入れる派、
あ、レモン入れたい。じゃあ焼き鳥酒はレモンだ。ピヨーンと、はい、あざす。手弱ですいませんね、太郎さん。すいません。いい。じゃあ激辛フェス乾杯。乾杯。酒からスタートってなかったんだ。普通食ってからじゃないのかこれ。飲み通って飲み通って。まあ、飲むか。下ハイうめえ。うまい。飲まれてもいい。飲みやすいなハイボール。さあ行きましょうか。うわ。これ絡んでるんですよね。本日1食目こんな辛いので大丈夫かな俺の胃。辛みで言うとコチュジャンとデスソース、デスソース入ってるから。そうか、カイエンが肉の下味。ほんまや。あとマキシマム。マキシマム。いただきます。かまい。うわ、うまそう。うまそう。いただきます。うわぁ、うん、うまっ。うん、マジでうまい。後から来るね、辛さ来てる、うん、でも辛さ、うん、いい辛さ。いい辛さにしてんのよ。うがちゃん、これ激辛フェスと言えるのか。激うまフェスにするわ。マジうまい。デスソースそうなんや。そんなめっちゃくちゃ辛いってならへんねや、種類によっては。そう、結構入れたし、しかも酸味と旨味がね、うん、強いのよ、うん、匂いね、すごいしてる。ケチャップもそうやし。だからもう料理にぜひ使ってほしいね。マジでうまいぞこれ。いいっすね、うん、サクサク。マジでヤンニョムチキン。だけどこれの方が好き。これ好き、一番好き。ほんまより。これね、何がね効いてるかって、実はねマキシマム。まあまあまあ、言わない、そうやってな、うん、マキシマムなんだ、うん、なんの最高じゃん。空見てみ、最高じゃん。何この天気、エロゲーションやな、うん、お、なんか来た。おいでっそっしょ。こいつレベル2。レベル2やばいって。それは、いや、これ入ってるのレベル2だけど。そっかそっか。おいはやばいって。行くね。レンタロウさんの無条件でね。これ罰ですよ。罰ゲームじゃなくて罰。何これ。俺大好きなタバスコのハラペーニョソース、うん、青唐辛子の。これスコビルチで言ったら1000ぐらい。あ、引く。そうなんだ。辛くない。これをなんと、そっち気が狂ったか。違うね、これね、合うと思ったんや。やったことないけど。あ、やったことないんや。ないでも、なんかカクテルに使ったりもするらしいのよ。んー、もう逃げ場なし。そんなスコビってないんやな。どう。あ、うまっ。やっぱフレッシュ、青唐辛子フレッシュって言ったじゃん。全然うまい。大丈夫。ああ、ありやね、全然。なんかそんな邪魔はしてない。そう。だって元を飲んでないもん、レンタロは。邪魔はしてない。邪魔はしてない。ハイボールの味。あ、追加した。苦手でした。いや、むせてた。これいい。邪魔なんじゃない。いい。いい。またやる。もういいかな。実験。嘘はやめてくれよ。実験してみたかった。いや、邪魔はしてないの。邪魔してない。入れなくてもよかったわ。かかってるよ。うん。1万スコビリ。どう、辛い？変わる、やっぱりそんだけかけたら。うん、辛い。きた、うん、汗かいてんな。辛いね。辛いね。辛ければ辛いほど酒が進むからね。マジで俺のヤンニョムのレシピ、これ最高ですよ。やってください、うん、やるべし、うん、めっちゃうまい。デスソース入れた方がいいから、マジで、うん、代用できないんですか、デスソースは。もっと辛いのがいい人はレベル上げていけばいいし、うん、デスソースない人は。デスソースない人、デスソースだからこの味が出るって言っても過言ではない。なるほど、今回はデスソース買えと。そう、まあそれ料理面入ってるもんな。うわぁ、辛い。辛い。来てる来てる。まだ食えるからさ、レンタロー的には。うん、まだいける。うま辛でした。じゃあどうぞ、食べながら。あら、いいんですか。やっちゃってくださいよ。焼き鳥酒は？あ、ちょっと食べようかな。じゃあもう、ヤンニョムチキンもね、後から来てる、うん、辛い。じゃあ辛い。でも、まだまだ始まったばかりだから、うん、3品目ね。次の品目、麻婆豆腐。
外せないでしょ。激辛って言ったもん、麻婆フェスじゃねえ、麻婆豆腐やな。麻婆フェスじゃん。いい、私麻婆豆腐作ります。なるほど、うん、ちょっとラー油いっていい。そう、麻婆もあのラー油を使うわけよ。あ、なるほどね。そうそうそう、だからちょっとラー油準備。オッケー、2杯目。早いペース早い。さあ、麻婆を作っていきます。麻婆来た。あ、もういいかな。気に入ってないんや。今日すらもういい。サラダとかカルパッチョとかもマジおすすめなの。あ、そうなんや。じゃあ最初サラダ油をね敷きますよ。少し、大さじ1、2ぐらい。もうやめとけ、敷くの。何やねん。サラダ油もうやめとけ。おい、豚ひき肉こちらを 300g。 結構入れるね。まあ男3人食おうよ。すごい量。うん、ペッコペコです。ペコリータ。うん、で今日は本当に美味しい麻婆のね、うん、ポイントをね押さえていきますんで、みんな要注目ですよ。まずワンポイント、ひき肉焼くときは動かさない。え、焦げる直前までしっかりと焼く。肉ってステーキもそうだけど、じっくり焼いて焦がして旨味閉じ込めるみたいな、聞いたことあるし、うん、強火でやって、うん、ひき肉も一緒。なんかかわいそうじゃん。なんでよ、焼いてひき肉が、いやいや、旨味が閉じ込められるから。出してくれ。そう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 、インペルダウンってこと。そう、旨味にな、なんか感情移入してまうねんな。なるほど、閉じ込めるって言われた瞬間に。いいねいいね閉じ込めてるわけね、今。なんかちょっと時間かかります。その間に、おっと、こちら青唐もこしました。さっきのラー油や。白いラー油完成。完成です。これがラー油なんて誰も思わないよな。思わない。ペロッとかやっちゃうよね。うん、やっちゃう。さっき焼き鳥組み合わせで、うん、味見しとこうと思ったらめちゃくちゃ辛かった。マジで。くる。これにね、俺と焼き鳥はかけたいものを買ってたんだ。そうなんです、実は。まあ、ラー油作るとだけは言っといたからね。うん、まさかこんなラー油になると思わなかったでしょ。思ってなかった。思ってなかった。だいぶ辛かった。辛かった。いや、でもうまかったよ。やっちゃってよ、じゃあ。いい、うん、何なんですか、レンタロウさんは。僕が用意したのは、こちら。バカなんですか。油かけた米ですよ、それは。いや、でも俺ちょっと赤いと思ってたよ。関係ないだろ。全然聞かされてないよ、情報。いや、それは言わないですよ。お前、タルタルの時もそうだけど、すぐ怖いんだけど。ここに、ニンニクチップ。うわー、なるほど。うわ、いい。うわ、いい。そんなんが売ってんねやな。卵。温玉。温玉だ。温玉か。お前、それは良くないよ。カルシファー。カルシファーじゃん。お食べ。お、カルシファー。ここに。ここに。お前気をつけろ、辛いぞそれは。結構辛いよ。はい、こいつ。お、辛いぞそれは。お前やめとけって。大丈夫、卵がマイルドにしてくれる。マイルドね。くぅ、温玉を過信しすぎた男。え、なるほどね。ご本尊をいっちゃえ。辛いぞ。で、醤油だ。卵かけご飯だ。うぃー、ゲイ。うまそうだわ。これは何。うまい。まあ、卵かけご飯やな。これマキシマムデス卵かけご飯。だからマキシマムもデスも入ってないから。間違いない。言いたいだけ。うーわ、いやええやん。いい、いっちゃいなよ。気をつけろ、辛いぞ。どう、うわ、辛い。辛い辛い。でもうまい。いいな、いいな。うわ、いいな、いいな。めっちゃ羨ましそうに麻婆作ってる人いる。うん、うわ、うまっ。口に入れた瞬間、青唐の香りブワーだよ。すごい、これ。いただきます。うん、あ、ほんまや、香りすごい。後からすごいね、辛味がどんどん出てくる。あ、あ、ほんとだ。後からか。ほんまや。ね、後からだ。最初全く辛くなかったのに。ね、後からです、これは。焼き鳥先生は何用意したの。これもう用意しててん、実は。どんべ。しかもそば。これはね、
あるよ。いいんじゃないかな。合う、七味入れるやん。確かに。でいろんな薬味入ってるっていう点ではラー油も一緒やから、これ年末ね、年越しで見てる人いるやろうな。うわ、なるほどね。お前のために用意してやったんだ視聴者に。そうこれ見ながら年越せと。そう、大晦日に見てる人用に。俺らのチャンネルこと一番考えてんじゃんそう、これかけてみたいなと思って。いっぱい行っていいんじゃない。行くよ。いっぱい行っていいと思う。これどうなんやろ、香りがな。青唐が果たして合うのかどうかよね。2杯行くの。2杯行っちゃおう。2杯。辛いとでもむせますからね。せやねんな、意外と ね、喉にくるから。で、1回こうね。うわ、で普通に腹減ってんのよ、こっちは。こうしてズドーン。いいの。いいよ、食っていいよ、レンタロー。後から来るから。2杯入れて大丈夫かな怖いな。吸うの気をつけろよ、むせるぞ。合うのか。うん、どん兵衛だねどん兵衛が強い、うん、いい。俺もいいよ。いいよ、もちろん。え、だしの味だけ。だしの味が強いわ。いいくね。追うわ。いただきます。けど、どん兵衛強い。あ、なるほどね。青唐でやった意味がなくなる。うん、じゃあダメじゃんどん兵衛がうまいえ、辛みはどう。ちなみに辛い辛いちょっとラー油ダメか。さすがにな。俺も食っとくわ。いや、一人し汗だくじゃないですか。汗だく最初はいいから。え、でもめっちゃ油浮いてるけどね。のに、のに、いただきます。んうん、いや、うまいよね。でも香りするよ、めっちゃくちゃ。まあね、美味しい。確かに、まあ七味でええな。そう、七味でそうなんよ。みんな結論導いてたんか蕎麦の。だからついてる。そういうことやんな。勉強やな。こちらお願いします。はい、宇賀神さんは今ひき肉一回焼きましたと。ほうほうほう、揚げたんや。そう、一回揚げて、もう一回サラダ油少し敷いて、ここにニンニク3個。3個生姜。生姜、これニンニクと同じぐらい。豆板醤、こいつが辛みですから。で、まあちょっと今日はね、お家にある分全部ご家庭により。ご家庭によります家にあった分は全部入れてくれた。そうそうそう、そういうレシピです。お約束ね。まあでも意外と豆板にはすぐなくなるよな、うん、で、まあシンプルにそれは嘘で、大さじ 1.5 ぐらい、ちょっと辛めに。普通は1ぐらい。大さじ1ぐらい、うん、苦手な人は小さじ1とかでもいいかな。ハイボールを飲むと。なるほど、ここでね。これがポイントです。一回酒を入れろと。一回ニンニク、生姜、豆板醤を炒めて。豆板醤はね、炒めることによって辛みが出るんで、ここでね、しっかりと辛みを抽出します。今日はすごいね、韓国やって中国やって。ほんまやほんまや、そばもあるし。じゃあ奇跡的に、お、絡まったね。うん、しっかりとね、焼けたらここにひき肉入れていきます。ひき肉、多いな。多いんですよね、これが皆さん半量で作ってください、ぜひね。はい、 150g でいいっす。今日も 300g 入れちゃった。で、まあ今日激辛フェスなんで、これはレシピではないんですけど、ご家庭にあるカイエンペッパーを全て入れてくださいお前マジか、嘘でしょ。うがやりましたね。大丈夫です、もう次の発注は書きました。あ、そう、はい、めちゃくちゃ気に入ってるやんよし、じゃあここで調味料バンバン入れていきます。これがもう味付けだから。トウチジャン、これを大さじ2。今の2っすか。2です。トウチジャンがね、お店の味になるポイントですよ。家庭の味にはならへんにゃ。そう、嫌じゃん。嫌じゃん、それも嫌じゃん。甜麺醤、味噌ですね、中華風甘味噌、大さじ2。はい、オイスターソース、こちらも大さじ2。花椒、ホアジャオきた。これはもう好みの量で、ご家庭にある量すべて入れる。ないからさそんな。そう、まあリアルでも、これ 1g ぐらい。うん、醤油大さじ1。はい、はい、じゃあこれを混ぜていきます。うまそう。もういいんじゃないかこれで、うん、そしてこちら鶏ガラスープきた、うん、800cc。これ麻婆結構大量っすね、こう見ると。でも3、4人前作ってるんで。そうかそうか、そう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 、鶏ガラと。え、いやいやいや、お前
ほんまの柄の部分やしな、それ。沸くまで待ったの。え？え？なんてた？任していきます。沸くまで待たない。カメラ回ってないとあんなボソボソに喋ります。そば食いながらな。この段階でこんな真っ赤な麻婆豆腐あんま見なくない？ないなぁ。激辛フェスタほぼ関係ないものを書き込んでますね。辛いか、辛いか、それは辛いか。あっちもまあ辛いか。麻婆豆腐はもうこの時点で味見してください。どう？おぉ、うまい。いいのな。お、湧いてきたんじゃないか。いい感じ。湧いてきたらこちら豆腐ですね。豆腐や。ここにワンポイントあります。どうぞ。豆腐は先に下茹ですることによって型崩れしないし水抜きができます。一回茹でてあるんや。そう、中華料理屋さん絶対茹でるから。あ、そうなんや。水出るってことは味薄くなっちゃうから。はいはいはい。つい嫌だね。で、ボロボロのやつになっちゃうからしっかり茹でてくださいと。入れます。怖い。あー、いけー。いけー。いけー。いい。豆腐に命令。もうほぼ完成ですよ。とろみつけていきます。かっこええわ、言う人。水溶き片栗粉溶いてる姿が。水溶き片栗粉、これはとろみね、調整しながらみんなは入れてね。ええやん。おーおーおー、いや、うまそうだなこれ。辛そうやで。うん、完璧です。完璧。はい、仕上げの第一弾、ネギ。ネギこんもりと入った。やばい。散らせ、散れ。命令してる。ネギに欲しってよ。ラー油です。きた。これのための麻婆豆腐。はい、1、2。おー、いくね。4人前なんで、4人。ほいじゃあ完成。すごい。麻婆豆腐、これは辛いですよ。辛いな。肉多いんじゃないですか。多いな。シェフ一旦次の用意のため離脱ということで、これに移す任務を。器です、今回の。石焼きのな。おい、絶対入らんことがもう見てわかる。もうわかる、ね、もう一すくい目でわかる。ぐー、多い。すげえ、うまそう。入らない分はあっち置いとくわ。オッケーオッケー、しょうがない。お、温めるんや。再度温めます。チンチンにしようよ。できました。お前、次ビールをついでる。ノンアル2杯目ってあんまない。ノンアル、マジでね、騙せるよね。騙せる騙せる。いや、うまいよな、普通に。うまい。麻婆豆腐いきましょうよ。いきましょう。できましたね。できちゃったよ。これラー油あんだけ入ったら辛いんじゃないか。直撮りでね。あっつー。いや、とんでもなく熱いよこれ。はいよ。あ、ありがとう。で、麻婆豆腐作りすぎたんで、これ以外にもまだあるんでね。うん、ちょい残し。はい、焼き鳥さんは。あ、いただきますよ。はい、全然おかわりいっぱいあるんで安心してください。これを二人で食うみたいな言い方すんなよ。無理だろ絶対。行かないの。いや、熱いぞこれ。どうぞ。いただきます。見せるとこはなかったよな。うん、うわ、辛いけどうまっ。うわ、あと、うん、歌唱。みんないる。みんないる。ここにいたの。全体主語。おいしい。あれ。ハイボールの気分じゃないの、朝から。いや、マーボーつったらビールやろ。間違いない。しかも500。どんだけいくねん。合う。合いすぎる。合いすぎた。うん、いい。うまい。青唐のフレッシュさ、青唐ライのフレッシュさも加わって、うんうん、なんかね、この麻婆豆腐生きてるわ。マジで。そうなん。そうなん。今日辛い。辛い。でも辛いもんってさ、どんどん食べればさ、はい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 、あんまりさ、来ないじゃん。なんなんやろな、あれはな。こう、休むとすぐ来るけど、みたいな。でも、食い続けるしかない。食欲促進作用。うん、なんか平気で
忘れちゃった。忘れるよな。うん、お前それは辛いよ。青唐辛子追加。うん。やっぱ激辛フェスだから追い込んでいかないと。うわ、辛い。うま。辛いの苦手のに頑張ってんな宇賀神。やめて。やめて。辛いの得意キャラでいきたいのよ。キャラって言うな。行きたいとか言うな。得意なんだよ。言い切らない。そう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 、得意です。食えるまだ、でも余裕余裕。あ、ほんま、よかったよかった。いやいやいや、キャラやからな。キャラだ。そんなことされるとキャラだ。美味しい。これはうまいですね。暗くなってきたな。だいぶ暗くなってきましたね。こっから最高潮のフェスの盛り上がりが来ますから。なるほどね。まあ私たちといえばはーちゃんでしょ。チャーハン。チャーハンです。あ、激辛チャーハンですか。やっぱ激辛チャーハンだよ。言いましたよね、私。言いましたね。あの、もう酔っ払ってきて思考回路。ちゃんとしてくれ。 IQ2 今。ラー油作った時にさ、うん、ほらネギとニンニクと花椒。あ、ゴミっつってたやつ俺が。ゴミじゃない。あとでスタッフが美味しくいただきますって言ったじゃないですか。あ、はい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 。僕らそうかそうか。ここで使うの。こいつらを具材として。うわ、使いたい。うまそう。うまいぞ。もう甘み出てるから、このネギとかさ。そっか、炒めてあるからね。そうそうそう。よし、じゃあ油ビヨンビヨンだ。油の効果音がビヨンなんだ。そうなんですよ、実は。そして卵よ、安定のとろーん。いいですね、その効果音。卵はとろーんでしょ。でもビヨンやからな。卵はもっとボイーンとかなんだよ。やだな。したらライスですね。ライス。ライス。ベイン。ベインか。ベインだ。マインかと思った。ベなのよ。いきますか。これ絶対耐火手袋する方が逆よ。そやな。ボイーン。ゴゴゴゴゴやな。ゴゴゴゴゴやな。ジョー太郎じゃん。最近ジョジョを読んでます。全員で読み始めて、3部をね。3部をみんな読み始めてますね。ワンピースとかやったらさ、強いやつが出てきたらさ、後ろさドーンってやんか。ジョジョはさ、何やったっけな。バーンやねん。そう、バーンバーンって書かれてるね。そうそうそう、ジョジョのこの音がおもろいよ。そうやねん、そうやねん。オノマトペがな。バーン。いや、ジョジョじゃないから。うわ、見てるかこのアマ。3部始まりたて丸出しやな、ほんま。多分知ってる人からしたら。で、どうしようか。どうしよう。どう辛くしていこうか。青と行け。青と、青と行きますか。あ、具にね。青と、ワン、えぇ、ー、いやいやいや、おいおいおい。はい、きついだって。酔っ払いに渡したからや。はい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 。で、味付けやんな。ネギとニンニクの旨味がね、しっかり詰まってますんで、うん、味付けはシンプルにデスソース。デスソース。シンプル、シンプルにでデスソース。マキシマム入れてる。製法マキシマムだ。マキシマムだ。ちょ、持ってきて持ってきて。エネルやん。エネルだったら、エネルだったら。ゴムだから効かないの。電気。なるほどね。マキシマン。レンタル発案の。これ絶対うまいよ。じゃあもうマキシマムデスチャーハンだ。これ。くそ。お前がこの役完成させたんやからな。俺が。発行させちまったから。振り込んだよ、レンタロが。マキシマムデスチャーハンか。よし、いい感じです。で、醤油をね。うわ、やばい、香り辛っ。いや、匂いするね、もうすでに。匂いが辛いよ、もう。焦がし醤油からの、すごい、ヘリ来た、ヘリ。空撮か。空撮してる。ヘリいるぞ。ラー油入ります。ええねん。うわ、さっきのラー油、2、えい。はい、完成。
来た素晴らしいマキシマムデスチャーハンよいしょっしょ来た悔しいけどできたなできちゃったバーンゴー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 はいというわけで盛り終わりましたさあもう今ここがこの世の全ての激辛ですそんなことはないえ違うこの世の全ての3辛です3辛そうぐらいちょうどいい辛せた確かに確かにちょっとレトロチャーハンいっちゃってよいいの俺もうチャーハンノープランだったからさあなたのマキシマムっていう一言で全てが決まったいただきますうわ匂いがもう辛い結構ラー油入ってるしなお決まりの気をつけてうんあ、カレーうまいようまい徐々に来るうまいけど辛い辛いうんもう汗吹き出してきてるおじゃあ俺も行こうかいただきますうんどれホワジャオだこれうわ、ほんとだ、見てホワジャオいっぱい入ってっからいや、そうなのよな、見えてる見えてるいっぱいホワジャオが爆発してるうん口の中でしびれ、うん、しびれはなしびれはなああ今なら捕獲玉投げれそうやな、うん、こいつなもうちょっと弱らした方がいいんちゃううわーっつって焼き鳥師にも食べてほしいなこれほいさあ、いいんですか焼き鳥師うわもう匂いがいきなり包丁やなそううわ、うましびれてる口の中がほんまやしびれはほんまないしびれはな食ったらこんな味やろな違いないまんまねトラップツールごと噛みついたらうまいうまいでも、うん、でよこのなぜこの空間を開けてるかってもう魔法かけちゃいたいのよ俺はなるほど、ね、いいこれで言ってじゃあよ麻婆チャーハンってほんと一応うまいよなそうこれでずるいよな完成なんすよ肉にもちょっとかけちゃうみたいなはいはいマキシマムデスプレートお前それ俺が言うやついやいやいやマキシマムデスプレートもうどこ逃げ場ないからいただきますいっちゃえ絶対うまいだろうわ待って辛っビール辛いのと合うもんなうわカレーカレーこれうまい辛さがあってさ、うん、嫌な辛さがここだとして、うん、うまい辛さの頂点ですあーぴったりもうちょい行ったら嫌になっちゃう俺の中であでもすごいもん汗いや熱いよなもうこれ食うだけでこれ吐き汗じゃんうまいめっちゃうまいこれ合わさったらね化けるそうなんや、うん、めっちゃ辛い辛いよ苦手な人はなんかどっか調整する余地はあります辛さあるねあのデスソース使わなくていいかなうーんなるほどなるほどこのチャーハン苦手は今日ちょっとね流れで作っちゃったから別なんだけど麻婆とかも唐辛子減らしたり豆板醤減らしたりあーちょっとこのデスソースヤンニョム作ってほしいいやうまかっためっちゃうまいちょっと辛いの好きだけど辛すぎるの嫌だなって人はサルサデスソース使って作るとめっちゃうまいあレベル1の方かあレベル22の方こっちで作ってももちろんうまいしもうデスソースとかはねちゃんと美味しくいただきましょう、はい、皆さんそうですねすごい最後ドヤ顔で終わったどうでしたかシュこの激辛フェス最高でしたねよかったねうん、うん、もうねやっぱ一番酒が合うよね辛いのうんうんうん確かに私幸せ本当に季節もやっぱ合うな激辛と冬ってのはそうマジ寒くないもん半袖やんよ見たらもっとね寒くなってたら第2回激辛フェス普通にやりましょうまあ今回はこうやって俺がやりたかったやつをやったんですけど次回また次回とやりたいやつあったらどんどん言ってねおいフェス激辛フェスめっちゃ良かった超美味しかったなんかめっちゃコリコリ言ってんな何の音や何個作ってるやろ骨かよしじゃああとはゆっくり食べていきますかうん焼き鳥もはいいただきます焼き鳥まだ全然食ってないのよ、うんうん、というわけで最強の三月町を目指すレンタロウと古民家でお店を出したゆかじに頑張るのでチャンネル登録コメント
よろしくお願いいたしますと。この動画良かったなと思ってる皆さん、ぜひとも拡散よろしくお願いします。お願いします。ぜひお願いします。拡散。それではまた次回のフェスでお会いしましょう。バイバーイ。バイビー。おめえ何デザートにチョコケーキ食ってんだよな。聞いたことないかな。チョコケーキにタバスコが合うらしい。絶対合わない。スコーピオンのが合うらしい。スコーピオン、お前こんなん買ってたんか。これ一応やろうと思ってたんだけど、まあデザートでいいかなと。あのさ、スコーピオンって知ってる？スコビルチ。タバスコの10倍。うん、一番辛いじゃん今日ね。一番辛いのをデザートに持ってくる、お前すごいじゃん。え、かかった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 。いけよ。このマジスコーピオンマジ辛いよね。辛い。いただきます。ほんまに合うんか。うわ、うま、酸味がすごい。え、辛い、辛さは辛くないの。ゆる。これ、うが絶対好き。はい。ごめん。合う合うね、これすごい。辛くないし。試す価値はこれある。やってみて。